はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステルプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、今日は第12回放送で、ついにもう12回まで来ましたねということでございます。まあ何してね、第1回から第2回までの間が長すぎましたからね、8年とか9年とかね、間わけですよね。ね、8年9年じゃ聞かないか、2008年だったんだから13年くらいか空いてたわけですからね。まあそれと比べたら最近はね、いい感じでね、放送ができてるわけです。再生はね一切入ってませんけどね、悲しいぐらい入ってませんけど、いいんです。ただ喋りたいことを喋ってるだけなんでね、独り言のついでですからね、延長線上ですからね、この番組は。そんなんでええのかって話なんですけど、まあまあこれからね、ね、データが残ってね、聞く方もね、いるかもしれませんからね。そうそうそう。ね、なかなか YouTube でね、ラジオ配信っていうのをね、あんまりやってるところ少ないですからね。まあ、こういうようなね、ところも開拓してね、やっていこうってわけでございますからね。ということでございますが、この番組ね、スターステルプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、この番組は、スターステール代表の山亮が、日々思うことを語ってみたり、スターステール各チャンネルの動画紹介をしたりするインターネットラジオ番組ですということでございまして、まあ、今週はね、これからね、ちょっとゴールデンウィークに向けての作戦とかね、いろいろとね、考えないといけないことが多いのと、ちょっと私もね、いろいろと緊急報告ね、することもありますのでね、これもね、とりあえずオープニングね、終わらせてから、緊急トークでね、やっていこうと思いますのでね、よろしくお願いいたします。スターステールプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、この番組はゲームからカレーまであまねく創作をプレイトするスターステールプレゼント、燃える心が日本を変える日本邦画党の提供でお送りします。ないない連盟参加者大募集。スターステールではチャンネル登録者がいない、収益がない底辺 YouTuber のための団体を創設しました。その名もないない連盟。検索やおすすめ表示などに反映されず、なかなか一般のお客様に認知されない、より良い動画作りの方法がわからないけど、事務所やコンサルタントに委託できる資金力もない、クリエイター同士で情報交換したいけど登録者数が少なくて相手にしてもらえない、そんな我々底辺 YouTuber の悩みを解決するべく、さまざまな活動を展開予定です。例えば1、スターステール総合チャンネルでの紹介動画の作成・拡散。2、スターステール品質保証センターによる品質検査証の発行。3、連盟チャンネル同士での各種情報交換・互助ができるようになります。参加方法はこの動画にコメントするだけと超簡単、しかも完全無料。私たちと一緒にチャンネルを育成しませんか？詳しくは概要欄にある解説動画または山田までお気軽にお問い合わせください。つなぐ、つながる、強くなる、スターステール。はい、改めましてステラジは山亮と申します。さあ今日はね、まあいろいろとね、話したいこと、話すこと、話さないといけないこと、いろいろとありますんですけどね、まあまた今日も1時間コースになるのかなっていうところなんですけどね、まあまあまあ、もうね、まずね、近況としてね、お伝えしておかないといけないのがね、あのサブチャンネルの方でちらっとね、言いましたけど、あの義肢、入れ歯ですね、出来上がりましてね、やっとね、あのマスクから解放されましたよということでございますね。いや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 、まあどちらにしろ結局コロナなんでマスクつけるんですけどね、これでね、一応ね、外ロケとかもね、一応ね、ご飯とか食べるときにね、さすがに歯がね、ボロボロの状態でね、プロモーションもやるわけにもいきませんからね、一応ね、それ用のね、やつが出来上がりましてね、先週末ね、土曜日にね、出来上がって、まあ、はまる、ちょっと試しばき吐くっていうのかな、あれ、入れる、入れ歯だから入れるって言ったらいいのかな、試しに入れてみたりとかしてね、とりあえず今も使い始めてみたわけでございます。今は撮ってます。ちょっと夜にね、収録してるんで、あれ、夜はね、外しとかないといけないらしいですね。なんかいろんな、洗浄してっていうような感じの流れみたいです。まあ、何せね、入れ歯デビューなんでね、まあなかなかね、この年でね、入れ歯デビューっていうのも、珍しいかと思いますので、まあ YouTuber でね、そんなね、入れ歯って、まあ差し歯の人とかインプラントの人がね、いると思いますけどね、
まあこのね、あの昔ながらのね、保険の利く入れ歯でねやっておりますんでね、そうそうそう、さすがにね、あの入れ歯でもあの保険の利かないやつだと8万円とかって言ってましたからね、おおって思いましたんでね、保険利くやつでねやりましたけどね、まあそれでもね、まあそれでも結局トータルでまあいろいろ治療費とか全部含めたら3、4本はいってるな、4から5万ぐらいまではね、あのトータルでかかってますんで、まあまあ痛い出費で、今回もねその入れ歯のやつでね、結局支払いがね、お会計が1万円近くになりましてね、久しぶりにちょっとビビりましたね。あのね、あの知っての通り、あのそんなにね現金のね持ち合わせがねもうねカツカツでございますからね、うん、まあまあギリギリでしたからね、これね今週はねまあまあ大変、ね残高が1700円ぐらいしかないなおー今週はねちょっとね頑張ってね、なんでね今日はねもうねあのお米だけを確保したんですよ。10キロねあのお米をねあのほぼ、無料でねちょっとあの確保、ちょっと、いただくことができましたんで、このお米をとね、あとねポイントたまっとったらなんか、au のポンタポイントでねあのあれ、梅干しが買いましたんで、しばらくはねあの日の丸弁当でねなんとかしのごうということですね。これだったらとりあえずねもうね梅干し1個でね 1.5 合ね余裕で食べてますからね、いやいやありがたいありがたい。でもねちゃんとしたあの南高梅のねあの紀州南高梅のねあの大きめのねあのやつにしましたんで、甘口でないと私ちょっとね苦手なんでね、もともとそんなに梅干しが得意じゃないですかね、若い時は食べれませんでしたしね、ということでね、とりあえずこれでなんとか今週末までつないで、なんとかゴールデンウィークのは外ロケできるような感じで今ちょっと頑張って今調整をしておりますというところでございますね。まあなんとかちょっとゴールデンウィークにある程度それなし、ある程度ちょっとやりたかったね企画もね、できるかなということです。大阪方面に行く企画はちょっとダメっぽいですけどね、またねちょっと本当は大阪に行って一企画やりたいなと思ってたんですけど、もうね、大阪間の状況でございますね。ただねあれ状況が落ち着いたらね、あの撮りましょうみたいなね、話をねしてるところも多いですけど、多分そうなると年単位で、ま、やっぱ待たないといけなくなるのかな。これ夏でどれぐらい落ち着くのかなんですけど、南半球のデータ見てると、まあ、正直ちょっと夏に入っても厳しいかもしれないなという、感じはしてますよね。そうそう、変異種の、ね、問題とかいろいろと出てますけど、まあちょっとね、うん、かなり、厳しい、ところかなと思いますね。まあね、幸いね、こっちの方はね、といっても三重県もクラスターが発生したりしてますからね、そう、まあその辺りも難しいところではございますけど、まあなるべくね、どうせね、ね、私あの人混みどうせ嫌いなんで、片田舎片田舎ローカルな方にね行ってね、皆さんもねあのローカルだったらいくらだってね場所ありますからね、都心に行こうと思ったらね都心はね場所がね限られてますけどね、あの郊外ねローカルな方でしたらねいくらだって施設もありますしね、ちょっとねあのそういったところね三重県のねちょっとね奥の方とか行ってねあのちょっとね、できたらななんて思ってますし、まあ県外でもねこのねあの名古屋とかですにね、行ったら大丈夫かなというふうにはね判断してますからね、まあ正直なね本音のところを言うと、いやもうあのそれ言ってたらキリないよってあの落ち着く前に日本滅びちゃいますよっていうね、いう、気持ちはしてますけどね、まあとはいえね、まあこうよくもここまでね、我慢してねやるもんだなというふうにね、さすが日本人だなと思いながら、多分他の国でやったら暴動ものだろうなっていうねところもです。まあロックダウンとかにしちゃいますもんね、だから他のところですとね、うん、日本だとなかなかロックダウンっていう言葉には至りませんからね、そうそうそう、そのあたりもね難しい、あの海外の人に説明するときに本当にこのあたりは難しいね、うん、根本的な発想がねだいぶ違いますからね、うん、いわゆるあの忖度の文化と言ったらいいの、ね、あのね、ここまでねあの政府の人が言ってるんですから、当然これぐらいまではあの、ね、皆さんは注意しないといけませんよっていうあのガイドラインのところの感じが真逆なんですよね、そうそうそう、うん、
政府がとかがね、ここまで厳しくしようって言ってんだからこれぐらいまでやっていいだろうっていう発想のが基本的に多いんですけど、日本の場合はお上がここまで言ってるね、お口に出したということは、より我々はここのね、厳しくっていうようなね、忖度を、するっていうところが基本的にないですから、そこら辺がね難しい。だから海外の人からしてみると、それでね、いや ルールの範囲内でやってんじゃんね、ちょっとルールをオーバーしてるだけじゃんっていうので、なんてことをしてくれるんだって、ね、なるところがありますが、だから基準点よりあの右に行くのか左に行くのかっていうそもそもの発想が違いますから、それはねなかなかね難しい。あの国際ルールとね日本のルール、まあ、このあたりのね決め方とかっていうところでね、まあ、そのあたりに対してねちゃんと情報を持ってね、あの分別つけてねやる分にはいいんですけどね。ですからあのね、私が聞かれた時にはね、いやいや、あのめちゃくちゃ厳しくやっといた方がいいぞというのをね、ような感じでね、言ったりはすることはありますけどね。そういうあたりがね難しいななんてことをね最近も思いながらね、まあ実際だって海外見てたらね、イスラエルはもうマスクなし OK っていうね法律も作りましたし、あの法案もね、あのマスクつける、法案を廃案にしたんでしたっけとかってね、出てます。まあ、あそこもワクチンが進んでるっていう、ところもあるんでしょうけど、まあまあ、あのあたりもね、まあ、さすがイスラエルって感じはしますけどね。まあ、ある程度ちょっとそこら辺は、あの、バイアスを、振っていきますからね、イスラエルっていう国は。まあ、そのあたりもお国柄出てるなと思いますけど。まあ、ある意味、あそこの場合はね、大国ではないわけですよね、イスラエルっていう国は。で、大国ではない中で、その世界情勢の中でね、渡り歩くには、いわゆるリスクマネジメントってものを冷静に捉えるっていうところをすごく重視する、ところがあるんですよね。というか、一歩間違えたら本当にあの危ない、ね、土地柄でございますからね。まあ、そのあたりとかも、まあ、やっぱし、日本とはレベルが違うなというのは、外交面とかで見てても、やっぱし思いますよね。まあ、それは言ったらね、まあ、外交面で言ったら、やっぱ北朝鮮とかもすごいなとは思いますけどね。いいか悪いか置いといてね。まあ、これは、ね、これ以上は、あの、政治チャンネルの方でやりますんで。はいはいはい。なんだったっけ。まあ、そう、それでね、どっちにしろね、出費はね、もう、オーマイガッドとなってますんでね。これはね、まあ、頭が痛いなというところでね。まあね、本当にね、いろいろともね、問題も起こってるわけですけど、とりあえずね、ゴールデンウィーク、先ほどもちらっと言いましたけど、更新は、先週もね、ちらっと言いましたよね、4月の、いつからだ、5月じゃない、だから、4月の23日の金曜日からね、5月の10日ぐらいまでかな、日曜日の夜ぐらいまで、メインチャンネルを毎日更新する予定で今、組んでます。5月の3日までは今作れてるんですけど、あとはねもう一発で本当は収録に行きたいんですけどね、なかなか、行くタイミングを、逃しておるという感じでございます。まあ財政面もとかねの話はよくしてますけど、それとね、あのちょっとね腰とね、まあ、歯が一番大きいね、あの歯の治療で結局あの、ね、2日、ね、土日休みが取れても、ね、潰れますし、まあ、土曜日が仕事だった場合は、ね、そのまま歯医者もなくなるんですけど、日曜日やってませんからね、歯医者が。ただね、結局土曜日それで、ね、治療するとね、今その麻酔打ったりしてね、結構本格的にいろいろとやってますんで、まあ、だから治療費もちょっと、ね、普通にね、ちょっと歯の、ね、洗浄とかしましょう、定期検診とかよりは、まあ、倍以上、ね、お値段がかかるような感じになっておるわけでございますけど、それでね、まあ、頭痛いのは、それで麻酔とかを打ったりね、する兼ね合いでね、結構ね、その後ね、あの、収録をしようと思ってもね、なんて言ったらいいのかな、あのね、麻酔ってるから、あんまり運転、一応大丈夫、部分麻酔なんで大丈夫ですよっていうことなんですけどね、あんまりそれな状態でね、運転もしたくないですし、で、もうね、ちょっと運転とかもね、多少ね、やっぱしづらいかなっていうのもありますしね。で、だからね、公共交通機関でね、出かけてとも思うんですけど、あの、いかんせんね、マスクをして、さらにね、あの、その、唇が麻痺してる状態になるんでね、もうね、全くろれつが回らないんですよね。ただでさえ滑舌が悪いのにね、全く、ダメになっちゃうんで、あ、これはちょっと無理かな、ということでね。断念をするんで、まあ、あとはね、チャンネル数を、ね、増やした兼ね合いで、一時期週12、3本
で、投稿してた、12、3本じゃ聞かねえや。何して、YouTube とヤマペディアが毎日更新で、あれだけで、14本配信に、ね、20本配信近くで、週20本配信近くやったんでね、そうするとあれですね、もう当然休みは編集に追われまくるという形でしたんで、まあちょっとね、そのあたりとかもあって、なかなか、外に出るっていうのはね、難しい状況でございますね、ということでございます。まあコロナの兼ね合いもありますからね、ということでね。まあとりあえず、あとは、あとね、古いやつとかもね、いろいろと更新をね、リマスタリングもね、順次続けて、しばらくはね、広島のリマスタリング、あれはね、相当本数が多分作れると思いますんで、いろいろバラバラだったのをまとめて全部広島は広島で、今まとめて作ってますんで、あれはだいぶ数が取れるかなと思います。まあ、江田島とかのところは、もうそのまま、元のままにね、するかもしれませんけどね、画像だけでやってたやつはね、あれ以上いじりようがないですからね。というところですね。と、あとはなんだ、まあそんなところでございますかね。まあとりあえずね、ゴールデンウィークとかはそんな感じでございますよ。伝わった？なんか話まとまってねえ気がするけど、まあ、とりあえず何かしら10日まで投稿できるように、まあもしかしたら本当ギリギリのね、やつになるかもしれませんし、あとはまあ本当はね、ちょっとね、今ね、メインチャンネルの方をね、バイリンガル対応ね、やりてえなぁとは思ってるんですけどね、要は英語でね、ナレーションつけるっていうのは完全に諦めました。ね、でね、まあ私はもともと英語が喋れるわけじゃないですからね、まあ難しい、なんて言ったらいいんだろう、当然ですけど、ネイティブみたいに話すっていうねことはできませんし、ただまあ一応ね、日本に来た観光のねお客さんとかに対して、とかお店にねやってきた外人の人に対して、一応お客さんが欲しいものを買える行きたい場所に行ける、道案内で行きたい場所に連れていくことができるぐらいの、一応英語力はあるから、一応会話は成り立ってるね、ミッションはクリアしてますんで、っていう感じかなと思いますけど、まあね、なかなかちゃんと多分海外に行って話せるかって言ったら、まあ全然通じないだろうなっていうレベルでございますからね。まあただ代わりにね、一応書く方ならね、ソフトもね、だいぶ充実してますし、グラマリーっていうね、アプリがあるんですよ。あれ便利でね、スペルチェックとかね、いわゆるネイティブの、アメリカ人とかの人たちが文章を書くときに構成とかね、この表現はこうやってした方のが、スムーズな表現ですよ、スマートな表現ですよ、みたいな感じのね、案内、よりスマートな文章になりますよ、みたいな案内を出してくれるんで、とりあえずこっちがそれっぽい英語でガーって打ったらスペルチェックも全部やってくれますし、あれね、便利でね。そうそう。日本語変換ソフトとの相性がね、くっそ悪いんでね、まあこれは仕方ないですよね。そのソフトを起動させておくと日本語の変換ができなくなるとかっていうね、それはね、ちょっと、まあ、なんかあるんですけど、まあ、ですから、いちいち設定をね、設定画面でに行ってね、オンオフをしてたりとかってする必要があるんですけど、とはいえね、英語で文章を打つ分には、あれ便利やなと思ってるんで、あれを駆使すれば、まあ一応、海外の皆さんに伝わるような字幕はつけれるんじゃないかなということでね、字幕をつけるような形で、これが一番手っ取り早いなと思ったんで、一からね、あれをしようと思うと、動画編集ソフトの字幕をつけようと思うと、難しいですし、あと、海外って、なんて言ったらいいのかな、テロップみたいなのは出るんですけど、いわゆる日本のバラエティ番組とか日本の YouTuber さんがやるみたいに字幕をバンバカ出すっていう、風習ないんですよね。そう、どっかの動画でも言ったことありますけどね。ですからね、それぐらいの字幕でもね、全然通用するというか、基本的にはですから、なんて言ったらいいのかな、日本ってすっごくテレビ番組の影響が大きいんだと思いますけど、とにかく字幕をどんどん出すじゃないですか。ね、言ったセリフがね、下に出てくるって結構当たり前に、ね、ある、手法なんですけど、まあ YouTuber さんも基本的にはそのパターンで皆さんやってますよね。
ですけどね、あれね、まあ、あのパワーディレクターがどうも向いてね、アドビの方はどうもそれがやりやすいのかな。どうも皆さんのその作ってるクリエイターさんの話とかをね、いろいろと聞いてると、どうもパワーディレクターはあの元々ね、まあアドビもそうなんですけど、海外向けに作ってるんで、そこまで字幕っていうものを対応するっていう前提で作ってないなっていう感じはありますんで、特にあの日本のバラエティみたいな字幕ね、ポンポンポンってね、あのパカ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 出すような字幕にはなかなか対応してないし、まあそれをあれね、要はあれをやろうと思うと本当に、一般のねソフトでやろうと思うとまあまあしんどいねところもありますから、で私自身がね改めて自分の好きな動画っていうのを見ると、ほとんどねやっぱしそういった字幕が入ってない動画が多いですよね。っていうことなんで、字幕はね、まあちょっと増やしますね。とはいえね、一般的な皆さんはやはりあの字幕が、かなり好むという傾向は分かってきましたんでね、まあ特に滑舌悪いから必要かもしれませんからねっていうところもあるんですけど、どうかなっていうところで、まああの全部のセリフにつけるような作業はもう多分ねちょっと難しいんで、なるべくいろいろと文字情報をちょっと端っこに入れるような形で、あのニュース番組みたいな感じ、あんな感じとかね、そのあたりをね、なんて言ったらいいのかな、何ショートとかね、あの花大さんがやってるあれとか、グッサンチみたいな感じ、ああいうようなぐらいの、まああそこまでね、そのセリフのテロップは入れれませんけどね、まあそういうような感じでやっていこうかなと思ってる次第でございます。ということで、まあ、まあまあまあ、これだけの内容の割には話しちゃったな。うん。まあ今日もね、まだ長くなりそうなんで、ひとまずね、近況トークはね、これぐらいにしてね、動画紹介とかね、いろいろとやっていこうと思います。以上、近況トークでした。4つ目で紹介させていただける企業様、店舗様、大募集。4つ目では、地域情報のご紹介動画撮影にご協力いただける会社店舗様を大募集しております。新店開店のお知らせや料理紹介はもちろん、求人案内や会社紹介などなど何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。完全無料で対応いたします。雨季のハガキサイズ広告を設置いただける方も合わせて募集しています。対象地域は四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、桑名郡木曽崎町、いなべ郡東院町、三重郡小物町、朝日町、川越町、滝郡滝町、明和町、大台町、渡来郡大樹町です。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。さまざまな業界で働いてきた山田ならではの発信力でお客様のニーズに応えます。ローカルに生きる、ローカルが生きる。4つ目 The Style Group This Week's Lineup。 はい、今週のね更新動画紹介ということでございますね。今週はですね、4月の15日木曜日から4月の21日、本日までの動画の紹介でございます。まずはメインチャンネル、スターステール総合チャンネルの、番組の方ですね、こちらはですね、今回はね人気が真っ二つに割れましたね。土曜日に、金曜日にアップロードしたので君も教祖様になろうということでね、洗脳の仕方ね、正しい洗脳の仕方ね、アンチほどね、洗脳がしやすいですよというね、アンチとしてね来た人がね、いかにこうね、洗脳してね、そうすると熱狂的な信者になりますよっていうね話をね、したわけでございますけどね、びっくり、相当ねこのタイトルのインパクトがあったんでしょうね。ゼロ再生ってことでね、いや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 、ここまで見られないかというのは、まあうちのところではね、ただある話ではございますけど。というような、ところでですね、こっちの方は全然ダメだったんですけど、あとはね、リマスタリングでね、上げた、白塚発賢島行き普通電車ね、これね、あの元の動画の方はね、全然伸びてなかったんですけど、リマスタリングでね、吹き込みにしたらね、今週50再生もいただいてるということで、ね、ありがとうございます。うちにしては、あの、新着動画で50再生って、まあまあ行くことないですからね。いやいやいや、ありがとうございますということでですね、まあやっぱ
お出かけ系のやつがね、やっぱね、人気が出るなということでね、そこでいくとね、来週すいません。初めに言っときます。全部部屋取りです。ということでね、ここはね、ちょっとご了承いただきたいなと思います。その後に、広島のやつはね、26日からね、順次ね、リマスタリングのやつと、あと新企画もね、一応取ったのがありますんで、ちょっと、企画倒れでね、終わってしまったんで、そんなに回数がないんですけどね、まあ一応取ったのがありますんで、そちらもね、ご覧、お楽しみいただければ、まあ来週以降のところね、ゴールデンウィークの話になってきますけどね、というところでございます。いやー、今日も、余談が過ぎとるね。で、次続きましては、4つ目の方。4つ目は、今週で、よかちあすなろ鉄道、ターミナル完全制覇の旅が、無事終了しました。ありがとうございます。ということですね。まあ、なんやかんやと再生をですね、チャンネル登録者数はあんまり伸びてない 5人とかなんですけど、一応ね、平均10再生以上ぐらいはいただいているということなんで、ありがとうございます。ということでございますね。で、まあ、このあたりもね、どうなって、いくのか。まあ、今後はちょっとね、オープニングでね、ターミナル持ってきましたけど、今後はお店紹介とかね、メインで、なかなかね、4つ目の収録にて、またね、スターステールの、収録にてっていうのが、難しいんで、スターステールでね、4つ目の、ね、収録した時にね、スターステールでもね、そのまま観光案内になるようなね、やつは、総合チャンネルの方で流して、それぞれの、ね、個別のお店紹介みたいなのを、まあさね、4つ目の方で扱うみたいな感じで、まあ、補完的な、ね、チャンネルみたいな感じで、まあ、ローカル番組的な、ね、扱いで、やっていくと思ってますのでね、またねご興味ある方は、四日市市民の方ね、ぜひね、四日市の海ならず北中星って言ってね、しれっとね真っ先もね、滝までね、範囲に踏めましたんでね、あっちの方行けるように、今いろいろと覚えてますんでね、まさか、ね、近いうちに多分2ヶ月以内ぐらいには、ちょっとまさかで収録なんかも行う予定がございますので、どうぞよろしくお願いいたしますというところでございます。ですので今後はちょっと、随時更新、不定期更新になって、メインチャンネルの方の更新にもちょっと、注力してきます。ご了承くださいというところでございますね。で、続きましては YouTube、 郵便いろいろ解説チャンネル YouTube ですね。こちらに関しましては、今日から、木曜日に、ずっとやっとったシリーズの最後の放送がありましたね、15日に特別ソーダスで最終回やって、で、月曜みたいなね、また、いろんな郵便用語のね、解説に入ってきましたよ、ということで、マルツのね、説明。まあ、まずね、郵便用語のね、もう、キングオブ郵便用語ね、このマルツっていうやつからね、説明を始めておりまして、あとは24日に、ゆうちょ ATM が混む理由とか、まあまあ、こういうようなね、感じのやつが、増えてくのかなと思います。あとは水曜日までやからここまでですね。まあ、一応ね、他のやつもね、一応これもね、4月いっぱい、5月途中ぐらいまではね、収録が終わってますので、また順次ね、まあこっちはね、収録がね、楽な編集になってますんで、ね、2分で、するっていうと逆にね、編集含めて、アップロードするまでに10分かかりませんからね、これはありがたいということでね、やっていくと思います。一番かかるのは多分資料の準備だなというところでございます。でも資料さえ作れば、あとはそれをパッと読んでね、はい終了、ありがとうございましたって知っちゃいますからね、あの番組は。まあまあ、お手軽にね、見れるとような仕組みになってますんで、よかったらお気軽に本当に、まあ、郵便のことがね、ああ、こんなんがあるんやってね、雑学、郵便雑学がね、今後は増えてくると思いますんでね、よろしくお願いいたします。あと、郵便局員さんはね、そういう意味なんだって、わかるようなね、特に新人でね、新しく郵便局に入りましたよって人はね、これで見ると、手っ取り早く覚えれると思いますんで、おすすめでございますよ、というところでございますね。で、あとは個人チャンネルの方ね、更新をちょっといくつかさせてもらいましたよ、というところがございます。まあ、今後も随時更新があると思いますし、あとね、すいません、ライブ放送をね、試しに、やってみましたけど、いや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 、なんででしょうね、ライブ放送、一応公開
非公開でね、いろいろと試して、で、公開でどんな感じになるかなっていうのを試しに、ちょっと日曜日の夜にね、チラッと出して、10分ぐらいね、流してみたらね、なんとびっくり、チャンネル登録者数が減るというですね。そんなに嫌でしたかすみませんというね、ところでございます。まあもうね、チャンネルね、登録解消いたね、されちゃったんで、もう今更、伝える術もないのかなとは思いますけど、いやいやいや、これどうしようかな、本当は、これでね、ナマステっていうね、そう、もともとやってたんですよ。2014年ぐらいまでやってたかな、ニコ生でね、やっておった生放送ラジオ番組があって、まあ、それの YouTube ライブ版を、今、作ろうと画策をしているところでございます。予定としましてはね、こんなところで言っちゃいましょう。予定としてはね、今週中にね、また Twitter とかでね、あとメッセージとかで情報出すと思いますけど、まあ木曜日か金曜日あたりにね、一回ちょっと試し放送をやって、まあ今後はね、ちょっと生捨てっていう形で定期的に、その生配信もやっていけたらなと思ってる試合でございます。一応ね、ソフトとかの設定とかもある程度できてきたんで、一応放送はできるかなと。一応マイクとかの設定も終わりましたんでね、一応、最低限のところはできたかなと思いますので、まあ、ただね、一回やってみないとね、わからないところもありますんでね、本格的にちょっと、メインチャンネルで、生放送番組、生捨て、始める予定でございますと、いうことも予告として入れておきながら、これぐらいで、あとはそっか、入れ歯系 YouTuber 爆弾とかっていうね、雑談をしましたよというところでございますね。まあ更新の方は、こんな感じですね。で、今後は、メインチャンネル、YouTube の方は、月火木の週3更新で、ヤマペディアはお休み、打ち切り、ね、で、あとはね、4つ目の方ね、4つ目は随時更新になります。ちょっとすみません、今のところ投稿、新規の投稿予定は、ちょっと今真っさらになってます。で、メインチャンネルの方が、このあと今日ね、21日に放送があって、で23日から、一応ずっと毎日更新をしばらくやっていく予定でございますということで、よろしくお願いします。ちなみにこの毎日更新は、部屋撮りも多分に含まれます。すみません、さすがに外撮りだけでこの毎日更新はなかなか働きながらでは無理です。すみません、部屋撮りでちょっとパッとそれやつね、袋面ね、とにかく袋面でね、予算もね、時間もね、浮かせないといけません。あれ袋面シリーズはね、そうもうちょっとね、撮り方を変えてね、手っ取り早く撮れるようにね、今ちょっと工夫考えてますんでね、まあ要は三脚使うのやめてね、もう手で撮りながら食べてしまうというようなね、感じでね、どんどん、いろんなメーカー、何してね、いくらでもメーカーも種類もね、ありますからね、で、これならね、お手軽にできますからね、どんどん、やっていこうと思っております。で、いうことでよろしくお願いいたします。以上、今週の更新。何でしたっけ、今週の更新動画紹介でした。やっぱしこのタイトル言いにくい。 YouTube では郵便にまつわるさまざまな情報を発信しています。郵便商品の紹介から元局員ならではの業界用語や裏話まで、原則2分以内で分かりやすく解説しています。毎週月曜、火曜、木曜のお昼12時に公開。4月14日までは開店記念で毎日更新しています。あなたに届く郵便ガール、 YouTube 協会委員会。このコーナーでは世の中にあふれるさまざまな協会委員会を取り上げ、その活動内容を学んでまいります。ということでですね、今週ね、取り上げさせていただくのはこちら、新日本検定協会ということでですね、一般財団法人新日本検定協会さんというね、協会さんを、今週は、ご紹介させていただこうと思います。なんでね、何やこの協会ね、何の協会なのかっていうの、私もね、実はね、あまり詳しく分かってないところがありましたんでね、ただね、こちらに関してはね、ちょっとね、前から気になってたんですよ。なんでね、そんな気になってるんやってね、検査しとるからどうのこうのっていうのではなくてね、
単にね、あれなんです。ここね、あの四日市に事業所があってね、私実は配達先でね、一時期ずっと担当させてもらってたんですよ。この、新日本検定協会さんをね、そう、その兼ね合いでね、ずっとね、あの出入りしておった兼ね合いで、結構ね、知ってる方も、いましてですね、なんならね、あの一回ちょっと、これ今だからと言っていいのかな、まあまああれ勤務外だ、勤務時間外だからいいや、出勤途中でね、そう、私がちょうどね自転車でね、その時はね、行ってまして、自転車で行っとった時に、途中でねちょうど新日本検定協会さんのね、近くにね自販機があって、そこがね結構安いもんでね、ちょうどね道中でそこでね自販機で買おうと思ったらね、ちょうどね、新日本検定協会さんの方がね出勤されてきとって、あーどうもおはようございます、郵便屋さんですよなんて話をしとってね、あーこれはこれは今から出勤ですかみたいな話をね、しておったら、で先にね、あどうぞどうぞってね、ホットコーヒーだったかな、なんか、買ってましたけどね、で、ピッて買ったらね、なんとあの自販機が当たりましてね、でそのまま、あ、じゃあそのままどうぞって、ね、言ってね、私そのままジュースをねいただきましたよということで、いいんですかありがとうございますということで、ね、まあ当たりでね、あのやつだったんでね、ラッキーっていうね、こういうのねサプライズ嬉しいですよねということでございましてね、そうそう、そんなことがあったななんてこと思い出もねある、会社さん、会社さんじゃないんですよね、ですから協会さんということなんですけど、実際のところね、で この協会さんってどういう検定協会ってなってるけど、何の検定やってるんだろうなっていうのかね、よく分かってなかったんで、せっかくなんでね、それであのホームページが、ね、調べてみたらホームページがございましたので、よし、じゃあこれは早速ねうちのところで取り上げてみようというわけでございますね。どうですか、イントロダクション入るまで3分かかってますよ、なんだこれはということで今ね来たんですけど、ね、本当にいろんな検定、いわゆる検測検査ですよね、をやってるみたいですね。そうそう、全国津々浦々に事業所があるみたいなんですけど、協会についてってところを見てみましょうか。概要を見てみると、一般財団法人、新日本検定協会さんってなっておって、英文名はそのまんまだな、新日本検定協会なんだ英語は、で創立は1948年2月1日ってことなんで、だいぶあれですね、戦後すぐだったんですね。本部は、本社じゃなくて協会ですからね、本部は高輪ですね、東京の、港区高輪にあるらしいですよ。へえ、っていうことで、でどんな業務をやってるのかっていうと、本当に幅広くやってんだね。業務案内っていうところ今ねちらっと、見てみたんですけど、なんだ、危険物コンテナ収納検査、危険物積み付け検査とか、あ、こういうのがあるからあれか、四日市っていうのは港町ですからね。あ、なるほどなるほど。で、理化学分析とか食品検査もやってるんですね。四日市だとあのサナテクっていう有名な食品検査会社がありますけどね、水質分析なんかもやってんだ。で液体貨物の検査で、液化ガスの検査で、船舶陸上タンク計測、この辺りとか、いわば船舶関連が多いから、それで四日市はそっかあるんですよね。損害検査、なんかすごい写真が出てるな。で、個体バラ貨物の検査に、輸出入貨物の状態検査、ほうほうほう、 AGM 不在証明、何これ、マイマイが、あ、外来種のね、はいはいはい、そういった不在証明、ちゃんとその、やつが入ってませんよと、ね、で放射線測定や放射性各種分析、事前処理確認業務に、陽性検査、その他の検査、とにかく船を中心になんかいろいろとあるみたいですね。でそれぞれのこのやつを見てみると、わ、ここ細かく書いてありますね。危険物船舶への、積載方法、またはコンテナへの収集方法が、関係法令で定める技術基準に適合しているか否かについての検査を行う。あ、適合不適合って言葉を使われたら、あのね、あの検査会社、会社じゃないよね、検査のところっぽいあれですね。そうそう、だい、あのいわゆるあの OK、NG みたいなね、感じの言い方よりは適合不適合という言い方を使うことが多いですよね、こういう場合。うん、で、なるほど、要は危険物の、あの
要は貼り付けとかですね、国際的な ISO で決められてるマークでしたっけがありますよね。あれはね、航空搭載危険物とかの兼ね合いで、私も郵便、でね、集荷やってた兼ね合いで、そのあたりは一応一通り、勉強はしましたから、いろんな、危険物にこういうやつにはこういうの貼りなさいよとかってのいっぱいあるんですよ。全部をね、ちゃんと本当は国際荷物を扱う可能性があったんでね、覚えとかないといけないところではあるんですけど、なかなか難しい。本当にちょっとした検定取れるんじゃないかってレベルのねやつがありますんでね。そう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 。で、他にもね、いろいろ食品分析なんかがあるっていうのがね、面白いですね。添加物、食品検査センターと正式なセンターがあるんですね。横浜と阪神にあるみたいですね。で、皆様の食の安全と安心の確保のために最新の知見と分析機器を駆使し、食品衛生法に基づく厚生労働大臣の登録検査機関として GLP 対応の検査システムを備え、 GLP って何なんだろうなんかそういうのがあるんですよ。グローバルロジスティックプランニングとかそんな感じかな検査システムを備え、高い精度管理による、確かな、各種検査データをお届けしていますよということらしいですね。いろんな農薬、残留農薬とかの検査とか、添加物、微生物の検査とか、命令検査はどういう味なんだろう、ね、こういうの見てると気になるな、命令検査通知、厚生労働省のところに出てますね。薬生食、誘発、これは日本語なのか厚生労働省の、法令に関する、ページを見てみましょう。やばいやばい、寝る前に見るには最高ですよこれ、でホームページの方も生まれてきました。まあいろんな検査やってますよと。でまあね、業界でしたらね、それ言ったらね、うちらだってね、そういった検査の名前とかっていうのはね、そりゃ業界用語っていっぱいありますからね、うん。で、食品検査センターでお受けしている主要な項目の一覧とか料金表も出てるんですね。いろんな菌、大腸菌のね、検査とかいろいろできるらしいですわ。カビ酵母とか分かります。緑膿菌とかなんで、腸球菌とかね、なんだか黄色ブドウ球菌とか分かりますね。サルモネラとか多いということなんかも入ってますね。リステリアモノサイトゲネスって何？意外となんか O157 的な菌が出てきてますね。他にもいろんな検査がちょっとね、理化学検査もね、いろいろとできるみたいですね。すごいな。亜硝酸菌とかね、なるほど。サッカリンね、サッカリンナトリウムね、はいはいはい。ね、あと、pH とかも調べてるみたいですね。まあ、これ、基本的なところのあれなんでしょうけど、ポリソルペートとか何？ポリソルベートって何？こういうの調べれるからいいですよね。ポリソルベート AT というのなんか出てますね。ポリセルベート20、ポリセルベート60、ポリセルベート65よりポリソルベート80の食品添加物の指定に関する添加物部会報告書っていう報告書がありますね。これは厚生労働省のサイトですね。ね、その他の名称はなんかモノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン。何なんでしょうね。これは、一応ね、一応じゃなくて、ちゃんとした、分析図とかね、書いてありますけどね、全然わかんねえや。やべえ。これは、使用状況なんか書いてあります。ポリソルベート類は、ソルビトールと脂肪酸をアルカリ触媒化で加熱反応させることによって生成するソルビタン脂肪酸エステル。エステルは、脂肪酸エステルは聞いたことあるな。アクリル酸エステル化ってなんかあったよな。あれだ。三菱ケミカルの部署の名前だ。ね、アクリル酸エステル化だったよな。とかいろいろ、あったな。思い出した、うん。そう。最初行った時に迷子になったところだ。とか、エチレンオキシドを縮合反応させることによって得られるソルビタン脂肪酸エステルのポリオキシエチレンエーテルであるらしいですよ。
であると言われたけど、それが何っていう。脂肪酸エステルだから、あれかな、いわゆるあのトランス酸脂肪酸とか、そのあたりに関わってくる添加物になってくるのかな。乳化剤等ってなってるから、そうですね。あのいわゆる、あの、ね、あの、トランス、あれ、トランス酸、トランス型脂肪酸と、もう一つ何でしたっけね、シス型でしたっけ、なんかね、あってね、いわゆるバターとかに含まれない、あの、マーガリンとかで乳化剤とかを使うと出てくるやつで、それがね、健康上問題じゃないのみたいな問題とかっていうところのやつに関するやつかな。ああ、意外とそれっぽいとこまで行った。どうしよう。これは、あの、もし、あの、ね、あの、違ってましたら、あの、こっそり電話で教えてください。あの、お問い合わせをいただきましたら。そうかな。あ、というか、そっか、あの、あれだ、新日本検定協会さんは多分私の番号知ってる人もいますからね。うん。他にもいろんな、なんか、やつがあるみたいですね。あ、カドミウムとかね、水銀とか、いろいろ、鉛のね、あの、重金属の検査とか、本当にいろんな、検査項目、すごいな。話がそれまくってますけど、多分これ途中ほとんどカットだろうな。まあいろんな本当に検査がありますね。いや、これあの今ついついあのプル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 読んでましたけど、もう10時じゃん。おー、びっくりした。1時間くらい読み上げとったなー、言ってましたね。もうとにかくいろんな、検査ができますよということなんでね、検査に関するね、何自体の困ったことがあったら、あれかな、お問い合わせを、してみるといいんじゃないかな。ただ、自動車関連だったら私いいとこ知ってますんでね、直接お問い合わせください。私が行きます。私は行かないかもしれない。私は、さっきね、あの、大体普段、あの、いつも現場が固定でね、お仕事をいただいてますんでね、そうそうそう、あの、ね、あの、いい会社がね、あります。ね、乗車部品ならね、いいとこ知ってますからね、そうそうそう。で、自動車部品以外だったらね、いろんなね、検査やってますからね、アナプロ、あ、でもね、サナテックさんともね、仲良くやりたいなってところ、でもサナテックさんのすぐ近くなんだけどね、あの、新日本検定協会さん。でもまあ、食品検査はそこ、あそこはやってないのか、あの、横浜と阪神ってなってましたもんね。あー、なるほどな、いろんな、ことやってはるんやな、ということで、あ、そっか、こんなに手広くやってたんやと。いうことを改めて知ってね、いやね、今日も素晴らしい、教会をね、知ることができましたね、ということで、いやいやいや、まだまだ知らない教会委員会ね、どんどん発掘していきたいと思いますので、またね、お付き合いいただければと思います。以上、教会委員会のコーナーでした。どうぞ、これ半分以上買ったやな。日本邦画党では党員を随時募集しています。すっごい政治に興味がある方も、政治めんどくねって方も、無料で気軽に政治のことを学べる、話せる、そんな党を目指しています。工作員、スパイの参加も大歓迎。党員になる方法は超簡単。動画概要欄にある日本邦画党の公式 Twitter をフォローするだけ。さあ、みんなで政治しよう。燃える心が日本を変える、日本邦画党。令和3年3月、スターステールチャンネルが大きく生まれ変わります。今まで山寮スターステールチャンネルとして1チャンネルだった番組が、スターステール総合チャンネルをメインチャンネルに、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube、 三重県北中西地域情報チャンネル4つべ、ヤマペディアが新たに独立チャンネルとして新設されます。また、政治・時事チャンネルとして運用していたサブチャンネルの山城日本邦画党チャンネルが、山城政治・時事個人チャンネルという個人用のチャンネルに生まれ変わります。スターステールは、この5チャンネル体制でお客様のニーズに沿った番組作りができるよう努力してまいります。すべての番組に関する情報は、スターステール総合チャンネルで毎週水曜日に放送されるステラジにて
情報が公開されておりますので、そちらも合わせてご利用ください。皆様のチャンネルリマインダー登録、そしてコメント投稿などご参加どんどんお待ちしております。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジ、はい、お送りしてまいりました。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジもね、お別れの時間になってまいりました。いや早いもんですねって思わないよね。編集どこまでするか分かりませんけど、俺なんだ7時過ぎから撮り始めてもう2時間半も喋ってんじゃん、俺何やってんだろう。まあ協会委員会で脱足しまくりましたからね、うん、他のところもだいぶ脱足しまくってましたからね。いや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 、こんなに長い収録になるとは思ってなかったな。いや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 、ということでね、エンディングはさっさと終わらせようと思いますよ。はい、番組では、皆様からのメッセージを募集しています。この動画のコメント欄または Twitter アドレス@yamaryoh 宛てにお送りください。番組ハッシュタグスラッシュシャープステラジ、シャープステはカタカナ、ラジはひらがな、シャープステラジで投稿いただいても OK です。皆様からのご意見ご感想心よりお待ち申し上げます。いうことでですね、いや十分語った気がする。まだまだでもね、語りたい雑談のネタ帳ね、まだねあとね210項目ぐらいありますからね、全然消化できねえな。あのこれね、ただねあんまり、こっちの方で話してもっていう話もありますんでね、ちょっとまたね誰も聞かないラジオ、あのサブチャンネルの方のね、あの本当にどうでもいいこと話すね、もうピーキーなことまでね話す方で、ちょっと、語ろうと思いますけど、その前にまずねちゃんとした動画の編集の方先にやっていきます。はい、それはちゃんとやりますんでね、なんとか毎日投稿で、メインチャンネルの方ねちょっと復活でちょっと、やってきますのでね、そのあたりもよろしくお願いいたしますと言いながらね、実はちょっとね話してるあたり口切ったみたい、ちょっと口が痛い、まいったなということでね、まあとりあえず何はともあれね、これぐらいで今回のねスターステルプレゼントウェブレディオプログラムステラジはね終了させていただきたいと思います。また来週よろしくお願いいたします。というか来週と言わずね、他の動画もいろいろ見ていただければ幸いでございます。ということで、また来週お会いしましょう。バイバイ。いっと